こんにちは、レイセンです。今日は8月24日金曜日になります。絶食131日目ですね。時間の方が今午前8時22分ぐらいです。これから、昨日分の動画の編集作業を始めていくところです。天気は曇り、台風がちょうどまあ過ぎ去ったところですね。雨降ってる。曇りっていうより雨ですね。軽く雨降ってますね。天気雨。で、睡眠時間が今のところ2時間半ですね。2時間半ところです。ただまあ、ちょっと睡眠時間に関しては、あまり正確ではない。正確ではないですね。やっぱり寝始めがちょっとわからない。気がついたら寝ちゃってた。で、これが30分間寝てたのか、もっと寝てたのかわかんない。まあ、30分なのか45分ぐらい寝てたのかわかんないけど、ただ途中で起き、ちょこちょこ起きて、で、また気がついたら寝ちゃってて、で、またはっと起きて、気がついたら寝ちゃっててっていう。そんな感じ繰り返してたんで、で、まあ一応まあ30分というブロックとして捉えて、まあ、計上するっていう形ですね。30分だったらそんなに大きくずれはないはずだと思うんで、一番正しい数値に近いところだろうっていう風で計上する。まあそんな感じで、今のところ2時間半とってます。で、尿は今3回すでに出てるところです。で、大便も1回午前7時35分頃に出たところですね。ちょっと計測終えてすぐですね。計測終えてすぐ出た。で、昨日分の動画の中でも、まあ、ちょっと気づきのところで少し説明したんですけど、最後便出した後ですね、便出した後ティッシュ、トイレットペーパーで肛門のところ拭くんだけど、全くトイレットペーパーが汚れないっていう、すごいですねこれ。まあそんな感じでした。そしたら、早速まあ野菜1日これ1杯からかな、やってこ飲んでいこうかな、飲みながら編集作業やっていこうと思います。それでは、絶食131日目始めていきます。早速取っていきます。野菜1日これ1杯ですね。で、時計がね、音で消える状態から常時点灯するようになった。よくわかんないんですよねこれ。なんでだろうって、いきなりですね。なんかリモコンの電源一回ポーッ、セットボタン一回ポーッと押した後、まあ消して、で点灯させたら、それ以降もうなんかずっとですね。だけど設定項目の中に常時点灯って見当たらなかったんですけどね。トリセツ自体は中国語と英語しかなくて、でも大体書いてあることはわかる。で、設定項目、まあ大体わかったもんで、こういうもんだな、こういうもんだなっていうのは分かったんで、で、その中に常時点灯するのと音で消えるのって、その設定項目はちょっとわかんなかったっていうか、ないと思った。ないと思ったんだけど、設定項目自体もいろいろいじってみたし、いろいろいじってみて、でも変わらなかったもんで、やっぱないな。これ以上はもう探りようもないってとこまで探ったけど、でもなかった。にもかかわらず、なんか急に常時点灯するようになった。これも引き寄せの法則かもしれないですね。やっぱり自分が本心から望んだものは現実化するっていう、これもその一環かもしれない。
自分が本心からやあの常時点灯する時計が欲しいっていう風に望んだもんで、常時点灯するようになったのかもしれない。引き寄せの法則が働いて、すっごい不思議なんですけど、私の中でえっていう感じ。もしかするとあの中に入っている電池、充電式の電池が満充電になったら常時点灯するようになるのかな。満充電あるいはある一定のあの量を超えて充電されたら、容量、そしたら常時点灯されるようになるのかな。でもなんかセットボタンをちょっと押したで、後でまた確認、あのどこがの設定項目としてあったのかなって、あのさっきも確認したんですけど、セットボタンを押していってないんですよね。やっぱないんですよ。そんなあの常時点灯とあの音で消したりついたりするっていうのを切り替える設定項目はやっぱないんですよね。にもかかわらず、だからもともとこれ常時点灯するやつなのかな。それで接触不良とかで接触不良とかでパタンパンってやるとそうするとつくようになってたとか、そういうのかもしれないけど、よくわかんない。正直よくわかんない。ただあの昨日の夜中から常時も点灯するようになった。夜中かな、もう、日付変わるぐらいの時、変わるちょっと前ぐらいかな、常時点灯するようになったんで、これ一応置いとこうかなって思いますね。置いてみてちょっとやってみようかな。だから線がどうしても邪魔くっさいんで、あとここに置くっていうのも邪魔くっさいんでちょっと正直どうしようかなっていう思うところもあるんですけど、まあとりあえずあの常時点灯してくれたもんで、しばらく置いてみようかなって思ってます。そしたら、野菜一日これ一杯、最初の一杯ですね。8時半スタートで、不思議なことってある。やっぱ本心から思ってること、素直に思ってることは現実化するしますね。絶対しますね。 100% しますね。私それで神様にもお会いできたし、あ、言っとこうかな、私はもう神様、あの伊勢の神宮の神様ですね。伊勢の神宮内宮の神様、お会いした場所はあの荒祭りの宮っていう御正宮の裏手にある、あの御正宮よりはちょっと小さめのこじんまりとしたお社なんですけど、荒祭りの宮、ここあの知ってる人は必ずお参りする重要な場所ですね。そこでお会いしてる、あの伊勢の神宮の内宮の神様、天照大神様ですね、にお会いしてるんですけど、でお会いできた時っていうのは、あのやり方があったんですよ。でそれ前ブログには書いてないですね。書こうかなと思ってて結局書かずじまいだった気がするんで、今ちょっと言っとこうと思います。これはあの話しておいた方がいいと思うんで、こんな状況ですけど言っとこうと思います。滋賀県ありますね、琵琶湖ありますよね。琵琶湖滋賀県のところのにの琵琶湖の近くに近江神宮ってあるんですよ。カルタで有名なとこですね。近江神宮あるんですよ。結構大きくてすごくしっかりした神社なんですけど、近江神宮であのお参りして、でそこであのお参りするところ、拝殿ですね、拝殿お参りすると、まあ普通の人が一般的にお参りする場所があるんですけど、あの賽銭箱を置いてあるところですね、の右側にあの袋に、透明な袋に紙が入ってるのが置いてあるんで、まあ私が行った時は置いてあったんですね。今もあるかどうかちょっと分かんないけど、多分ある。で紙が置いてあって、その紙の中にあの
願い事っていうか願い事かな、願い事を書くんですよ。望みを書くっていう、望みを書けるようになってる紙がある。そういう紙が入ってるんで袋の中に。でそこに望みを書いて、で発放料として1000円だったかな、1000円か1000円以上入れてくださいって書いてあったかな、うん、書いてあるんで、で そこにあの神様にお会いしたいって私書いたんですよ、うん、その近江神宮のお参りするところ拝殿、うん、ですね、うん、の賽銭箱の右側、大きな賽銭箱があるところの右側にそういう願い事を書く紙がある、あ置いてあるんで、その紙に私は神様にお会いしたいっていう風に書いて、で1000円入れて袋の、透明な袋の中に紙と1000円入れて、でその賽銭箱の中に納めるっていう形ですね。納めて、まあ、あのお会いしたいっていう風に言って、でそれから帰ってきた、うん、それから伊勢に帰ってきた。まあその時あの伊勢の大学工学館行ってたんで、工学館の神道学科行ってたんで、でまあ休みの頃だったかな、休みの頃に滋賀県とか京都とかの神社巡りしてたんで、うん、奈良とか滋賀とか京都とかの神社巡りやってた。あとまああの熊野の方も、熊野三山とかも行ったりしてたんですけど、その時に滋賀県の近江神宮寄った時にそういう紙があったもんで、願い事を書けるって書いてあったもんで、自分が一番本心から今思ってることを何かなと思った時に神様にお会いしたいって、うん、で書いて、で納めた、1000円入れて納めた、うん、それからですね、それから何日間か経ってからですね、ちょうど忘れた頃にあのいきなり現れるんですね。現れるっていうか、あの荒祭りの宮のお社があって、で雨よけの屋根があるんですよね。屋根があって柱が立ってるんですよ。でちょうど柱の内側で一番奥から、あのもうあのろうそくの火が灯るような感じで、ポッ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 とザレーで、あの神主が白い、あの白衣袴の、袴も白ですね、白い神主、男性の神主が座礼で向き合う状態、ちょうど両方から向き合う状態で座礼、座った状態、正座した状態で奥からポッ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 と現れる、霊として現れるっていうのかな。私霊の見方知ってたんで、あの編成視野、あの周辺視野で見ると見える、あの焦点を合わせると消えちゃうんだけど、周辺視野で見ると見れる、うん、見方があるんですよ、あれ。霊は見方がある。うん、で、あの周辺視野で見ると見えるもんで、で、奥からポッ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 と出現してきて、うん、ちょうど向き合う形ですね。向き合う形で。全部で何人いたかな？正確にちょっと数字まで。西、6、8、10。12名か14名ぐらいですね。向き合う状態で、ちょうど雨よけのあって柱がある、その内側ですね、ちょうど内側奥で向き合う形で座礼、正座の状態で出てくる、うん、で最後にその賽銭箱の奥に天照大御神様があの出てこられたってとこですね、うん、ただびっくりして、あの心の準備とか全くできてない状態なんで、ちょうど忘れた頃にあの神様にお会いしたいっていう風に入れて、あの近江神宮でお参りしたっていうことをちょうど忘れた頃にやってこられたですね。だから心の準備が全くできてない状態だったんでびっくりして、ですぐ下がっちゃったんですよ、私心の準備できてないもんで、もうそこでもうちょっとあのお話とかすればよかったなって後で思ったんですけど、うん、で姿も一応あの確認はできたけど、うん、あの確認できたところの範囲としては、なんかネックレスはなんかされてましたね、あの管玉のネックレスされてた、緑色の管玉かな、あれ、うん、あ深い緑の管玉かな、されてたよう、うん、ように見えた、うん、でしあの白い袴、あの白い白衣ですね、白衣を何重かなんか着重ねてる感じでしたね、
何枚か着重ねてる感じ。普通に白衣を着てる状態よりもちょっとなんか厚着な感じっていうのかな、うん、少し着重ねてる感じで、で胸のところに赤い組紐の飾り付けがあった、うん、胸のところにですね、その白衣の胸のところに赤い組紐の、うん、飾り付けがあったですね。それ確認してますね、うん、でものすごいなんか優しさっていうのかな、すごい深い優しさがこの胸にふわーって入ってくるんですよ。神アマテラス大神様が降りて来られた時、出現された時ですね。あれが多分ラムサとかエイブラハムが言われてる波動かもしれない、うん、波動ないし、あるいは想念かもしれないけど、その存在の心っていうかな、気持ちっていうのかな、思いっていうのかな、うん、そういう感情っていうのは伝わってくる。これは神様に限らず普通の人でも伝わってきますよね、うん、優しい人からは優しいなんか気持ちが伝わってくる。ここで感じ取ることができる、受け取ることができる、受信機になってるっていうのかな。ただアマテラスオミカミさんの優しさってね、半端じゃない、ね、ものすごい深かったですね。ここまで深く優しさって作り出せるんだってか、ここまで深くなれるんだっていうのかな、ここまで深い優しさっていうのがあるんだっていうのかな、ここまで深くなれるんだっていうのをその時知った。だからやっぱり優しさって大事なんだなってその時思いましたね。優しさって大事なんだ、うん、優しさって大事なんだなって思ったし、ここまで深くなれるんだ、優しい感情って作り込めるんだっていう、うん、思いましたね。それがすごく伝わってくる、入り込んでくるっていうのかな、うん、やっぱ出てるんでしょうね。そういうなんか出てきて、それを受け取ってるっていうのが受信してるっていうのかな、うん、だからやっぱ優しさって大事なんですよ、うん、そう思った、うん、まあ、そういう経験があったですね、うん、でラムさんの本読んでたら同じようなこと書かれてた。一般の人との問答 のシーンがあるんですよ、ラムさんの本の中に。その中で亡くなった母親だったかな、母親に会いたいっていう風な方がいらして、で会うことできますよっていう、そういう風に段取りじゃあしましょうっていうラムさんが言ってて、ただし会う時はあなたがそれとは気づかないっていうか、頭の中で考えてない、うん、思いもしない時に来るでしょうっていう風に、そんなようなニュアンスの感じのことで言ってた。まずそれはその人が想像でそれを作ったんじゃないっていうことをちゃんと分かってもらうためにそういう形を取るっていう、うん、だから自分の中で今日お会いできるかもお会いできるかもって思ってる時だと、自分の想像でそれを作り出してるっていう風な認識をもしかすると持たれちゃうかもしれないもんで、だからその人が全く頭の中で考えてもいない時、思いもよらない時のタイミングで現れるっていう風にお会いできる、そういう段取り、タイミングを取るっていう風にラムさんは言ってる。まさにそのままでしたね。ちょうど忘れた頃に出てこられたっていうか、お会いできたっていうか、だから自分の想像でそれを生み出したっていうか、想像で作り出したっていうのかな、妄想で作り出したっていう風じゃないよ、そうじゃなくって本当に出てこられたんだよっていうのをちゃんと分からせるために、頭で思いもしない時、全く考えていない時に出てこられるっていう、そういうことですね、うん、だから想像でそれ作ったんじゃないよっていうのがはっきり分かるっていうのかな、うん、これは経験しないと分かんない、
経験した人しか分かんないですね、うん、でも誰もがおそらく経験できる、本心から望めば誰もが経験できることだと私は思ってる、うん、だから私がやったような感じで大神宮でそうやって書いて、本心からお会いしたい人はですね、本心からお会いしたい人は同じやり方で大神宮のその紙に、あの神様にお会いしたいって書いて1000円入れて、であの賽銭箱に納める、うん、そういう感じで やると、まあ、しばらくアダムでいつ会えるのかなとか思ってるけど、いつ会えるのかなって思ってるうちは会えないんですよね。そういううち会えない、そういううち会わせてくれないっていうのは、そういううちに出てきても自分の想像でそれあの作った姿なのかなとか変に誤解する可能性ができちゃうもんで、そういうタイミングではあの会わせてくれないっていうか会うことはない、うん、で自分が全くもう頭にない時、もうあの思いもしない時に来てくれるっていう、お会いできる、うん、忘れた頃にやってくるっていうのかな、忘れた頃にお会いできる、うん、だから自分の想像で作ったんじゃないっていうのがはっきりするもんで、それだと一番はっきりする時に来てもらえるもんで大きいんですよね。それなんか、うん、だからこれはあの本当に経験した人にしかわからない、だけどおそらく誰もが経験できる、だお会いしたい人は同じようなやり方でやってみるといいかもしれない、うん、あとはあなたが、まあ、信じるかどうかそれ次第ってとかですね。お金かかんないんで、まあ、滋賀県に行く交通費とあとまあ1000円の初保料ぐらい、お金のかかる問題ではないもんで、本心からあのお会いしたい人は同じやり方でやってみるのはいいかもしれないですね。一応私はそういうあの風にお会いすることができた、うん、そういうやり方でお会いすることができた、そのまあ知識情報は全てお伝えするんですね。もうこれでお伝えできた、うん、なとこですね、うん、そしたらこれ飲んでいきます。まあずっとこことずっともう安定してきてて、キャベツの細かいのですね、キャベツの細かいの細かくしたのとレトルトですね、混ぜ込んだのこれを揚げてます。2回目取っていきます。野菜1日これ1杯ですね、うんうん、今編集が終わってレンダリングやってるところですね、うん、まだでも11時ぐらいなんで、まあ、昼までにはアップできると思います。そしたらこれ飲んでいきます。11時じゃなかったですね、10時20分でしたね。あのパソコンの画面に10時50分って映ってたもんで、5じゃなかったら2でしたね、10時20分でした。うん、まあ11時半ぐらいまでにはアップできるかなって思います。つい今仕方届いたんだけど、 LED ビデオライトですね、これ買いました。理由はあの簡単で、結構あのマクロで撮影してても、前にあの爪の先端の部分とか、うん、撮影してる時とかもなんかピン度がいまいち合わなかったですよね。
枕で撮影してたんだけど、ピントがいまいち合わなかった。多分光量、光の量が足らないもんでピントが合いにくかったのか。あと、野菜ジュースとかでも、ラベル、原材料名の表示とか、撮影してる時も、光量が足らなくって、ちょっとなんかぼやけた感じ、ピントが合ってない感じになることがあったもんで、なんで、まあ、ちょっと光量確保のためにビデオライト買ったってところです。これをちょっと使ってみる。うん、まあ、小さいもんで、そういうラベルの撮影とか、ああいう爪の爪の先端の取れた部分とか、ああいう小さなものの撮影とかに、まあ、光量を補えるかなっていう感じですね。これ名前なんて言うのか分かんない。ウランジかな。分かんないけど、まあ、こういうやつですね。防水式かな。まあ別に防水じゃなくてもいいんだけど、私が使う分には防水じゃなくてもいいんだけど、トリセツ、また英語と中国語しか日本語で書いてないですね。だけどまあ普通に充電してあとボタン押すだけなんで全然問題ないかなっていうところです。じゃあまあちょっとつなげた感じだと、これ足りるかな、光量。わかんないけど、まあこれとりあえずこれ買ったんでこれでやってみようと思います。こんなとこですね。あとじゃあドリンク、野菜生活100ですね。野菜生活100取っていきます。500ですね。もう前日分の動画はアップしてあるんで、あとまあちょっとゆっくりしたら買い出し行ってこようと思います。野菜ジュース買ってくるんですね。そしたらこれ飲んでいきます。もう飲んじゃったんでもう一杯入れときます。野菜生活100を 500ml ですね。まだ風が強いですね。で、天気は曇り。さっきちょっと晴れてたんだけど、曇りですね。そしたら、これ飲んでいきます。ちょっと買い出し行ってきます。今、買い出しから帰ってきたところです。ただ、野菜一日これ一杯持っていきます。まあ、買ったもんは、このカゴメの、野菜一日これ一杯と野菜生活100のオリジナルと、あと伊藤園の野菜ジュース、旬野菜。あれ2本ですね。元気で買ってきたところです。そしたらこれ飲んでいきます。野菜生活100取っていきます。やっぱり引き寄せの法則とかラムさんの本は毎日読まないとあかんですね。読まない日ができるとどうもなんか、思考が悪い方に行っちゃうっていうのかな、望む未来に対する希望そっちに向かってるっていう感覚が失われてくっていうのかな。読まないと、本読むとまた そっちの望む方向へ心が向くっていうのかな、固まっていくんだけど、やっぱ本読むって大きいですね。すごく大きい、そしたらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんでもう一杯入れておきます。やっぱ美味しくって
すぐなくなっちゃう。体が求めてるっていうのもありますけどね。なんかすごく求めてる。したらこれ飲んでいきます。野菜生活100取っていきます。これ500ですね。今30分ぐらいちょっと寝ちゃいましたね。3時半から4時までかな。そしたら3時半4時ですね。そしたらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんでもう一杯入れときます。500ですね。あっという間ですね、野菜生活100。すぐなくなっちゃう。本当これ出来がいい、この野菜ジュース素晴らしいですね。そしたら飲んでいきます。風呂上がり、風呂上がり野菜一日これ一杯取っていきます。風呂上がりは何を飲んでも美味しいですね。果物ジュースもそうだし、豆乳もそうだし、やっぱり水分が欲しい。そしたらこれ飲んでいきます。野菜一日これ一杯取っていきます。やっぱ時計買って正解でしたね。あるとだいぶ違う。したらこれ飲んでいきます。野菜生活100取っていきます。今日は取りすぎですね。取りすぎなぐらい取ってますね。なんかこれ500取っていきます。なんか異様に飲みたくなるっていうのかな。そしたらこれ飲んでいきます。野菜生活100取っていきます。500ですね。そしたら飲んでいきます。野菜生活100取っていきます。今また寝ちゃいましたね。1時間ぐらい、ちょっとビデオを見て 1時間ぐらいかなこれっていう感じでまた寝ちゃいましたね。やっぱたくさん取ると眠たくなる。寝ちゃうですね。そしたらこれ取ってきます。おはようございます。
今午前7時48分ぐらいですね。これから体重測定やっていきます。今日からライトですね、あのミニライトちょっと使ってみようと思います。こんな感じになってますね。で、筒でこれですね、こんな感じ。増えましたね、体重少し、あ、体脂肪率は下がってるんだ。ウエスト測っていきます。正面と側面、背中、63.5 ですね。血圧測っていきます。101-65です。今日の結果報告です。今日は天気雨のち曇りのち晴れでした。で、睡眠時間は4時間半ってところです。深夜0時から1時までの1時間と午前1時半から2時までの30分間で、午前3時半から4時までの30分間、午前5時から5時半までの30分間と、あと午後3時半から4時までの30分間と、午後9時半から10時までの30分間と、午後10時半から11時半までの1時間ですね。これで合わせて4時間半っていうところです。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。で、飲んだもの野菜ジュースが 7000ml ですね。今日一番多かった、7000取っちゃったよ昨日5500なんで、どんどんなんか飲む量が増えてる、増えてますね。で、尿回数が16回出てます。濃さの方はほぼ無色からかなり薄い、あと薄いと無色、まあその辺のちょっとばらつきがあるって感じですね。で、量の方は多い、少し多い、平均的な量、まあこの辺です。で、おならはわずかにあり。で、匂いはなしってところです。で、今日は大便が1回出てます。午前7時35分頃ですね。まあ、これ昨日にもちょっと説明したんですけど。で、赤褐色で、小粒で15粒ほど出て、で、太バナナ状で25センチ。プラス、中太バナナ状で、10センチぐらい出てます。平均的な硬さで匂いはなしってところです。まあ、これが出た後で、肛門をトイレットペーパーで拭いたら全然汚れてなかったっていう、そのやつですね。で、今日の気づき。まあ、今日気づきはほぼほぼない。普通に、まあ、過ごしたって感じですね。一応、バスクリンはやっぱり、濃いめに入れるとかなりスベスベになるっていうのかな。ちょっと濃いめに入れる、サラサラって入れるんだけど、湯船に溜める湯の量をちょっと減らすんですよね。ちょっと減らして、で、バスクリーンをちょっと気持ち濃いめになるように入れるとすごいスベスベする。バスクリーンはプレミアムピュアスキンですね。この前に説明したやつの、今回入ったのはブルーの方ですね。ブルーの方、しっとり肌だったかな、ブルーのやつ、枠バスクリン のパッケージっていうのかな、入れ物、がブルーのやつですね。
うん、かなりスベスベになる。いいですねあれ、うん、かなりいい。で本を読んで、あ、まああのやっぱりいいと思ったのは、あの本をやっぱり読まなきゃダメですね。あのラムサーの本とエイブラハムの本、引き寄せの法則の本、この2冊はやっぱり毎日読まないとダメですね。読まない日がちょっと出るともう本当悪い方向に意識が向くようになって、うん、あのなんか成功に陰りが見えるっていうのか、現実化に陰りが見えるっていうのか、うん、ちょっとなんか気持ち落ち着かなくなってくるんで、やっぱり本を毎日読んだ方がいい。うん、でだからまあ今後としても、あの、まあ、大事だなと思ったのは 本を読んで瞑想、疲れたら休憩、本を読んで瞑想、疲れたら休憩、これを繰り返す、これを繰り返す、本を読んで瞑想、疲れたら休憩、うん、これですね。とにかく本を読んで瞑想、うん、本を読んで瞑想、うん、ただこれやってると疲れちゃうんで、すぐ疲れちゃうんで、まあ、すぐっていうか、まあ、まあそれなりに疲れちゃうんで、そしたらまあ、休憩する、休憩の時にゲームやったり音楽聴いたりするってとこですね。まあ気分転換になる、うん、ゲームはあんまり疲れないゲームがいい、うん、あんまりゲームでも割と操作させる感じでや、まあ、ゲームとしては楽しいんだけど、それやってると疲れちゃう、うん、本人が疲れなくてすごく楽しくていいっていうならいい、いい。それならいいっていうか、まあ、結局自分に合ったものを見つけた方がいいっていうところですかね。自分に合ったものを探す。うん、で、あんまり疲れないやつ。疲れないやつがいい。疲れると支障きたすんで、うん。まあ、気楽にできるやつがいいかな。ストレスフリーなやつがいいかな。うん、ゲームは。って思いますね。なんでとにかく本を読んで瞑想、疲れたら休憩、本を読んで瞑想、疲れたら休憩、これをひたすら繰り返す、うん、まあ今後もその辺重視していこうかなって思ってます。うん、でまあやっぱり野菜ジュースたくさん取っても体調悪くならない、調子悪くならない。7000取ったけど大丈夫でしたね。調子悪くならない。ただ短いスパンで500頭って、さらに追加で500頭ってって短いスパンでガンガン入れていくと途中でちょっとこれやばいかなって思う感覚が少し あった、うん、体調が悪くなるところまで行かない、行く前に気づくっていう方が正解かもしれない、うん、なんかちょっとこれあんまり飲みすぎるとやばいかもっていう感覚が少し出てくるっていうのかな、うん、感覚だけ。実際に調子悪くなってるわけではないですね。で、まあ、ある程度飲むともう体がいらないって言い始めるんで、もう干したらやめとくって、うん、だからやっぱ体に効けばいい。で、一応まあ体に効いた範囲で7000今必要だってことですね。うん、まあそんなところです。で、体重が 54.45kg ですね。プラス 0.3 キロの増加です。だからやっぱりまあ今日は7000取ってるんで、まあ当然といえば当然かもしれないけど、順番徐々に体重は増えていってます。で BMI は 17.2 でプラス 0.1 の増加で、体脂肪率は 5.6% でマイナス 0.9% の減少です。体脂肪率マイナス 1% ぐらい、約 1% 減った。野菜ジュース7000取ったのに昨日よりも1500多いですね。1500多いにもかかわらず体脂肪率 1% 減ったどう昨日は5500で 0.7% 増えてるんですよね。6590から5500に野菜ジュース減らしたら体脂肪率が 0.7% 増えて、そっから7000、まあ、1500ですね。1500増やしたら今度は0.9% 減ったっていう。野菜ジュース増やすと体脂肪率減るのかもしれないですね。まあ、これだけ見ると減る。これだけ見ると減る。
なんとまあもうちょっとやってみないと何とも言えないけど、うん、1% 減るって大きいですよね。まあ、体脂肪率はや、まあ、野菜ジュースを飲む、まあ、絶食をもしされるのであればダイエット目的でも、まあ、何でもいいですけど、その時は体脂肪率はもう気にしなくていいかもしれないですね。うん、これ体脂肪率は気にしなくてもいいっていうか、まあ体脂肪率高い人だったら普通に落ちていくんじゃないかな、これ。うん、この数値で 6.5% っていう数値で7000取ってて 0.9% 減るんですから、減るんですから、これ普通に体脂肪率がある程度ある人、うん、だったらもうどんどん落ちていくんじゃないかなって思いますね。うん、だから体脂肪率はもう望むままに落ちていく気がする、野菜ジュースだと、うん、ですね。いいよ、やっぱりダイエットとか健康目的には、野菜ジュースの絶食をしましょうってとこですね。これおすすめ、うん、これプラス、まあ、これ野菜ジュースだけでちょっとつまんなかったら果物ジュースとか無調整豆乳とか入れてもいいかもしれない、うん、入れてもいいかもしれないけど、腸の調子まで含めるのであれば野菜ジュース一択かな、うん、ですね、うん、体脂肪率にすごく効果的、うん、かもしれないというところですね、かもしれない、まあ、もっと長くやってみないと正確には分かんない。で、血圧の方は101-65、まあ大体最近のところに入ってるけど、最低血圧が今日はちょっと低いですね。血圧もやっぱり結構いい感じに落とすかもしれないですね。ていうか、まあ実際この数値が出てるんで、もう野菜ジュースで絶食したらガンガン血圧落ちていくよ。もう高血圧の人なんかもう全く気にしなくて、心配しなくていいですね。治したいんだったら野菜ジュースで絶食したらそれだけでいい。体すぐ健康になる。そう思いますね。まあ実際にはやってみないとわからないですけど。実際にはまあいろんな人それぞれの、まあ、体の具合とか、状態とか、うん、合う合わないとか、うん、いろんな兼ね合いがあるもんで、実際にはその人がやってみないとわからない。うん、その人のあと思考も大きく関係してくるんで、思考がネガティブだったら、あんまり望まない結果に至る可能性がある。だけど思考が前向きな思考で、もうこれ野菜ジュースで絶食したら絶対治る、最高に健康な状態になるっていう風にもう信じていれば、うん、確信持っていれば大丈夫だっていう風に前向きな気持ちでいるなら大丈夫ですね。それなら大丈夫。一番大事なのはここですね。この前向きな気持ちになっているかどうか次第ですね。ここ次第ですね。うん。で、まあ、必要性の法則では言ってる。うん。だから、まあ、そこだけ、きちんと前向きな気持ちで言って、あとは野菜ジュースで絶食する。野菜ジュースで絶食する。うん、そしたら、高血圧だろうが何だろうが、すぐ良くなると思います。うん、まあ、実際はやってみないと分かんないですけど。うん、ただやってみる価値はある、うん、やってみる価値はある、うん、そのまま苦しい状況にどんどん落ち込んでいくぐらいだったら、うん、普通の食事をたどりながら、普通の食事がやめられないよって言ってどん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 悪い方向に落ち込んでいくぐらいだったら、どっかで踏ん切りつけて野菜ジュースだけで絶食、うん、する。これやってみたらいいと思いますね。とにかく前向きな気持ちで野菜ジュースを飲みつつ絶食する。うん、絶食する。うん、もう普通の食事は取らない。普通の白米とかも取らない。うん、パンとか麺類とかも、お菓子類も一切取らない。うん、普通の まあ、肉、魚、野菜。まあ野菜は正直取ってもいいかなと思うけど。
野菜、生野菜はむしろ取った方がいいかもしれない。野菜とか豆腐とかは、うん、それ以外のものですね、肉とか魚とか、うん、それ以外のもの、普通のまあ料理、うん、カレーとか、うん、ラーメンとか、うん、そういうものは取らない、うん、白米もパンも取らない、うん、麺類も取らない、パスタも取らない、うん、でお菓子も取らないですね。そういうの一切合切やめて、うん、野菜ジュースだけで絶食する。うん、まあサラダとかはとってもいいかもしれないけど、サラダとか果物とか、うん、これやってみたらすぐ健康を取り戻せると思いますね。前向きな気持ちでいればですけど、うん、まあとりあえずまずは引き寄せの法則の本読んでみた方がいい、うん、ですね。引き寄せの法則の本、これですね、この本、うん、引き寄せの実践、引き寄せの法則、感情に従って幸せの川を下ろうっていう副題がついてる、エスター・ヒックスとジェリー・ヒックスの著者のやつですね。で吉田敏子さんが訳してる、うん、この本ですね、ソフトバンククリエイティブから出てる、うん、この本、まずこの本を買う。これ私はまあこれ中古で買っちゃったんだけど、たまたま仕事で行き詰まってる時ですね、にたまたま古本屋に入ってたまたま見つけた本ですね。これ最高です。最高っていうか2番目にって言った方がいいかな、まあ、1番目が2つあるって言った方がいいかな、まあ、2番目かな。でも、うん、ラムさんの本が一番いいんですけど、ラムさんの本はちょっとレベルが高いっていうのか、普通の人が読むと疲れちゃうと思う。疲れちゃう。うん。レベルが高いんで、まずここから行った方がいいですね。うん。私はいろいろちょっと不思議な経験を重ねてるもんで、だからラムさんの本は合うんですけど、普通の人がラムさんの本を読むとちょっとレベルが高すぎて、なかなか入り込んでいかないかもしれないんで。こっちは普通の人のレベルにすごく合わせてあるんだけど、一番大事なことが書かれてるもんで、まずこの本を読む。これまずこれ、この青丸の本、うん、引き寄せの法則、青丸の本、赤丸もあるんですけど、赤丸の本よりは青丸の本のがおすすめですね。まあ、圧倒的におすすめですね。こっちを買った方がいい。うん、これをとにかくひたすら読む、まずそこから入った方がいいですね。それをやった後で野菜ジュースだけの絶食をする。そしたら健康は取り戻せる、うん、健康は取り戻せる、うん、本当に治したいならそうする。うん、うん、まあ、本気じゃないんだったら今まで通りの、まあ、食生活で行くしかない。ただそこはおそらく行き着く先は苦しい状態というか状況かもしれない、うん、どっかで健康を取り戻した方がいいと思う、うん、そうそんな感じですね。で、ウエストの方は 63.5 センチで5ミリの減少です。今日7000取ってて 0.3 キロ増えてるにもかかわらず5ミリ減ってるっていう、なんだろこれなんだろこれ、うん、だから昨日の測定があまり正確じゃなかった可能性がありますね。昨日は64センチで1センチ増えてたんだけど、昨日は 63.5 あたりだった可能性がある。だから腰回り測るときに一番細いところで測れてなくて、ちょっとずれてたっていうのかな、ちょっと斜めになってたっていうのか、一番細いところからちょっとずれたところで測ってた可能性がある。うん、だもんで正確じゃなかった昨日 の数値が。今日の数値は 63.5、 5ミリの増加なんで、やっぱり野菜ジュースだとウエスト、ウエストにいい。ウエストがあんまり太らないっていうのか、大きくならないっていうのか、細い状態をなるだけ維持してくれるっていうのかな。うん。野菜ジュースだとウエスト細い状態をなるだけ維持してくれる。うん。
他の飲み物とか他のものに比べてですね、まあ、食べ物に比べたら圧倒的でしょうね。食べ物はもうすぐドカンってなるけどまあ人にもよるかな、意識の、うん、意識が食べても太らないっていう意識を持ってる人だったら太らないし、食べたら太るって思ってる人は太るでしょうけど、うん、でも普通の食事とったらまあ普通はウエストかなり出るんで、ウエストからボンって出るんで、だけど野菜ジュースで絶食するととにかくウエストはもう一番細い状態をなるだけ維持してくれる、そんな感じですね。そんな感じだからもうウエストに意識を向けてる、うん、とにかく腰回りを痩せたいよ、腰回り細くしたいよっていう人には野菜ジュースの絶食、これおすすめしますね、うん、でとにかく食にやたらと意識が向くよっていう人は無調整豆乳を取ってみる。ただお腹の調子ちょっと悪くするんで、野菜ジュースと無調整豆乳を一緒にまあ両方取った方がいい、うん、あとまあサラダもつけた方がいい。私は絶食やってるもんで食べられないけど、ダイエットの目的だったらサラダもつけた方がいい、サラダ果物、うん、ですね。あとまあ甘いもんもちょっと食べていいと思いますね、正直。そうちょこっと取ったからってそう影響はない、そう影響はない。まあ砂糖は確かに太るんですけどね、太りやすい。でも必死に我慢するぐらいなら少し取って落ち着かせた方がいい、うん、ただ無調整豆乳とか野菜ジュース取ってたらだんだん欲しくなくなる。そういう甘いもの、お菓子とか甘いものケーキとか、そういうものがあんまり欲しいと思わなくなる。あと普通の食事もそうですね、普通の食事もそんなに欲しいと思わなくなるんで、これダイエット向きですね、うん、ダイエット向きだし健康を取り戻したい人向きでもある、うん、健康が欲しいよ、望むスタイルが欲しいよっていう人には野菜ジュースと無調整豆乳のダイエット、まあ、果物ジュースも入れていいと思いますけど、うん、まあ一つだけに絞るんだったら野菜ジュース、野菜ジュースですね。今のところ野菜ジュース取ってても食に意識はあんまり向かない、うん、甘いっていうか、まあ、ほとんど向かないですね、うん、やっぱり野菜ジュースだけでも食べ物がちょっと気持ち悪いものに見える、なんか汚いものに見える、うん、なんだろう、まあ物にもよるんだけど、宇治の湧いた泥水って感じかな、一番近いイメージとしては、うん、宇治の湧いた泥水にそんなような感覚、そういうなんかオーラっていうのかな、そういう波動っていうの、想念っていうのかな、食べ物から、うん、食べ物からそういうなんか宇治の湧いた泥水と同じような波動が出てるっていうのかな、雰囲気が出てるっていうのかな、まあ、そんな感じですね。オーラが出てるっていうのかな。だから、その見た目すごく美味しそうに見える食べ物なんだけど、それって実は幻幻影で、うん、本当は宇治の湧いた泥水なんだよ。宇治の湧いた泥水に、まあ、幻かけて、うまそうに見せてるんだよ、みたいな、そんなニュアンスですね。そんなニュアンス。で、それが、その幻の本質を見られるようになって、ようやくそれが泥水だということに気づいたみたいな。そんなニュアンスですね。実際は知らないですけど。まあ、実際はっていうか、まあ、実際は知らないけど、まあ、でも食べ物食べたら美味しいし、うん、幸せな気持ちになるし、それはそれで食べていいんじゃないか。まあ、責任は取れないけど、責任は取れない、うん、ただ神道でも神社の、うん、神道ですね、うん、神社の方でも決祭ってあるんですよ、うん、でお祭りの時に神職ですね、お祭りの時に神職はお祭りの少し前に決祭って言って食事を、まあ、制限する、汚れを払うために、汚れを抜くためにですね、汚れを抜くために食事を制限するんですよ、うん、そういうのがある、あるっていうことは少なくとも食事は汚れるっていうことなんですよね、
食事を取ると汚れるよ、汚れをもらうよ、汚れっていうのはまあ要するに心が黒くなるよ、汚れるよっていうことなんですよ。心だけじゃなくて、まあ、精神が汚れるよ、黒くなるよ。それをまあ抜き取る、払うっていうか、まあ抜き取るですね、まあ、清らかにしていく、抜き取るっていうか、まあ決済することによって、食事を制限することによって、そのまあ汚れた精神をまあだんだんとまあ純粋な方に持っていくっていうのかな、綺麗な状態にまあ変えていくっていうのかな、そんな感じですね。浄化していくっていうのかな、だからやっぱり食べ物を食べると汚れる、汚れる、心も汚れるっていうのかな、精神も汚れる、そこは間違いないんですよね。汚れるっていうことは、そのやっぱり普通の食べ物っていうのはあんまりいいものではない、その人のまあ精神に対して、心とか精神とか魂に対してあまりいいものではない。魂まではどうか分かんないけど、少なくともいいものではない。だからやっぱり汚いものに見えるっていう、そういう認識は正しいってことですね。実際に汚いものだから入れると汚れる、汚いものだから食べると汚れる、だから祭りの時に神職は決裁して食事の制限をする。で、まあ、精神が綺麗な状態になって神様と向き合う。神様と向き合う時っていうのは、精神と精神のまあ合わせっていうのかな、精神と精神で語り合うっていう状態なんで、心がちょっとやっぱり濁ってる、あんまり綺麗な心じゃない状態だと、神様もあんまり心よく思わないもんで、心って伝わるんですよ。これは神様とだけではなくて、人とも同じですね。まあラムサが言うには、人がそもそも神そのものっていうことなんで、全ての人は神そのもの、父なる神っていうのがあって、そこからパッと広がったっていうのかな、生み出されたっていうのかな、その父なる神の子供が今世界中にいる人間のここ魂、人間のここ魂って言っていいのかな、そんなとこですね。魂自体は父なる神って言ってるから、これが本質っていうのか、神そのものっていう感じですね。神そのものであって、あと精神があって、で自我がある、自分っていう時は基本的に自我ですね。自我があって、魂はまた別の意識を持ってるっていうのかな。父なる神っていう一番大元の神様の本質を持ってるっていうのかな、まあそういうふうに書いてある、そういうふうに書いてある、ですね。まあだからやっぱり何を食べるかっていうのはかなり大事だと思う。まあそれでも、好きなものを食べていいと思いますけどね。っていうか、それが食べたかったら食べずにはいられないと思うんで、食べていいとかではなくって、食べずにはいられないっていうだけですね。食べていいとまでは言い切らないかな、言い切れないかな。やっぱ食べたら汚れる、汚れる、心も精神も汚れちゃうもんで、それがいいとは言えない。汚れるとはやっぱり良くない思考をするようになる、良くないことを考えたりするし、やっぱちょっとなんか、なんていうのかな、イライラしやすくなったり、喧嘩っ早くなったり、人によっては、だからその人の幸せにあんまりいい影響を及ぼさないっていうのかな、心とか精神が汚れると。だから普通の食べ物は、少なくともいいとは言えないけど、でも食べたいんならやっぱり食べるしかないだろうなっていうところですね。食べるしかないでしょう、食べたいと思ったら、で食べてもう存分食べて、で、体壊したら
体壊したら、まあそこから絶食とか、うん、そういう方面に入っていくっていう風でもまあいいんじゃないかな。うん、やっぱり、うん、その人の思考ですね、うん、今どこに向いてるかによるもんで、うん、特に今健康で問題なくって普通にやってるんだったら絶食とかには意識向かないでしょ。だけど、うん、だけどやっぱりあのいろんな経験から健康に意識が向いたりとか、あるいはもっと高みに登りたいっていう意識が向いたりとか、そういう風になって初めて絶食っていうところにあの思考を向けると思うんで、まあ思考を向けることになるもんで、うん、階段、やっぱ段階があるってことですね。うん、なんか普通に食べてる状態、普通の食べてる状態だと、まあそういうところに思考は向いてない。うん、普通にまあただ生存する、生活するっていうところ、生きていくっていうことにまあ意識を向いてる状態、うん、まあへ、うん、だからまあ真横とか真下とか、うん、そういうところに意識を向いてる状態だけど、まあ病気が契機になって、うん、きっかけになって健康を望み始めたりとか、あとまあいろんなことを頭で考えて精神的にもっと上に行きたいっていう、人間性として上に行きたいっていう風に意識が向き始めたりとか、そうなって上に向き始めた時に初めてその食事、何を食べるかっていうことに対して考えを巡らせるですね。でいろいろあの調べていくと、あの神社の世界でも神社の神道の世界でも、あの神様、お祭りですね、お祭りする前に決済って言って食べ物を制限するよ、あそういうのやってるんだ、じゃあやっぱり食べ物って汚れるんだな、汚い、まあ、心が汚れちゃうんだなっていう風な情報が手に入るとかね。でラムさんの本とか、まあ、あの引き寄せの法則、まあ、引き寄せの法則は別に食事のことはあまり書いてないけど、ラムさんの本とか、まあ、他のいろんなあのインターネットで調べてデータ調べていく上で、うん、やっぱ、うん、いろんなことが分かってくる、食べ物に対することですね。で自分も実際にあの断食とかやってみて実践してみて、そうするとあの精神状態が、あこんなに変わるんだっていうのが分かってくる、うん、だ情報を仕入れて実践、情報を仕入れて実践ってやっていくといろんなことが分かってくる、見えてくる。そうすると食べ物に対する認識とかも変わってくるし、今自分はじゃあどうしたらいいのかなっていうことも分かってくる、うん、そんな感じですね、うん、だからその人が今立ってる場所がどこかによって、まあ、話はだいぶ違ってくるし、見え方も違うし価値観も違う、何に価値を置くか、まあ、絶食に対してもすごく大きな価値を置く人もいれば、あの置かない人もいる、うん、普通に生活だけしたい、普通の食事だけ取りたいっていう人は価値を置かないと思うし、だけど上に行きたいっていう人、上に行きたいっていう人は高い価値を置くだろうし、うん、そこはその人が何を見ているのか、今どこに立っているのか、どこに行きたいのか、それ次第ですね、うん、まあそんな感じです。では、絶食131日目完了です。それではまた明日。